平成最後の花園、高校生ラガーマンが輝きを放つ。雪の中鍛えてきた旭川龍谷、39年ぶりの花園でした。キャプテンの井口がトライ。ありがとう。ああな、楽しかったな。大学と同じ赤黒ジャージを着るので、まあ、負けていい試合は一つもないので。早稲田実業、伝統のジャージが花園に帰ってきました。取れる取れる。4番ピラニアタックル、京都聖書、私も取材させていただきましたが、すごい迫力でした。昭和最後の優勝校、常翔学園。平成最後は惜しくもベスト8敗退でした。今いる1年生が悔しさを晴らしてくれると思うので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。福島聖光学院のラストミーティング、ラグビーに対する取り組む姿勢、そこが非常にこうまっすぐで、心からこうラグビーをね、楽しんでるようなそんな感じでした。非常にね、みんな思いやりがあって、いいチームに仕上がったなというふうに思ってます。長崎北陽大は文武両道、公立高校唯一のベスト8進出を果たしました。ラグビー元日本代表大畑さんともプレーをした桐生第一下村監督、率いてわずか4年でチームを花園に連れて行きました。天理のエース角くんは大会前足を骨折、チームを献身的に支えました。わー、抜けました。フラットラインですね。はい。みんなすごく頑張ってくれてたんで、ありがとうって言いました。また多くのドラマが生まれた聖地花園。高校ラグビーって素晴らしい。